お盆の時に、富山に行って、はい、で、奥さんの方のね、はい、お墓参りをしたんですね。はい、で、そのお墓っていうのが、何年か前かな、その前の年だったか、前の前の年だったかに、うん、台風で崖崩れがあって、うん、お墓の3分の1ぐらいが崩れちゃってるんです。ああ、やだな、それ、はい。で、それをね、まあ、あまり知らせずにというのかな、あまりこう、あまり良くない感じで、処理しちゃったらしいんですよ。うん、そのお墓自体がね、うん。で、そこのところで変なものを見たときに、うん、ああ、これはまずいなと思いながらも熱が出てきた。変なものを見たんですか？見ました、見ました。真っ黒い、なんて言えばいいのかな。まずね、三脚を思い浮かべてください。はい。足とか、金属風なんですよ。はい。で、それの上に、上半分ぐらいを布で覆いかぶせたような感じのところに、うん、仮面をつけるか、わかりますかね。三脚に布をかぶせて、正面に、仮面をつける。で、それが高さがすごく大きい。富山ってお墓大きいんですよ。もう2メーターぐらいあるんですよ。でかいですね。台紙自体がね、うん。で、それを、いくつもまたぐ感じで、うん、その墓石の上に、三脚というのかな、四脚というのかな、うん、足があって、うん、だからね、で、かなり崖の上の方から僕見たんで、うん、高さとしては5メーターぐらいはあったと思うんですけど、うん、そういう変なものを見て、でもこれ僕は幽霊じゃないと思ってるんですけど、その後、ツイッターで、いろいろ言ったら、うん、似たようなものを見たことがある。何人かの人が話をしてくれて。違う場所で見てられてるんだ。で、北海道の方からも、教えてくれる人がいたりとか、うん、岐阜の方で教えてくれる人がいたりとか。それ、お墓なんですか、必ず。そんなことね、お墓の方で見られてるのが結構多いのと、あとは全然違うので、やっぱり似たような感じだけれども、ちょっと、色が違うとかって言ってたのがあって、これは高速道路で事故を起こした車の上に立ってた。ボンネットの上に立ってた。本当にお盆の間、熱が下がらなくて。見た途端に熱が出たんですか？見たその後、うん、そうですね。何時間かしてですね。2時間ぐらいして。やべえ。熱が出始めて、16日を過ぎたら、熱が止んだんですよ。うん